皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。長野県映像クリエイターのピック S です。本日はですね、カラーコレクションのお話を前回2回に分けてお話しさせてもらったんですけども、本日はカラーグレーディングをちょっと実際の画面を見ながらやっていこうかなと思います。こちらもね、今回はまあ基本的なことと、次回はですね、ラットっていうものを使ったもの、まあラットって何かっていうお話もしつつも、ラットを使ったカラーグレーディングの方もしていきたいかなと思っております。まあね、本編に移る前になんですけども、毎回お話しさせていただいているんですけども、僕ね、年内登録者数1000人超えを目指しております。皆さんぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではぜひやっていきましょう。AOJ! Can we get some ratchet one time? はい、では早速画面に移っていきたいと思います。皆さん、ね、前回の続きというか、前回のね、復習としていきましょうか。まあ、まずはカラーコレクション。カラーコレクションは何でしたっけ？はい、そうです。元の色に戻すということですね。まずはこちらからね、まあ、復習がてら見ていってもらえればなと思います。では、まずサイドを上げていきます。まあ、前回75ぐらいだったので、75ぐらいにしときましょうかね。はい。で、次にノートを追加していきます。次は何でしたか？そうです。コントラストです。コントラストをつけていきます。コントラストですね。こちらをぐーっと上げて。でちょっとその前に、まあ、今スコープになってるんですけども、僕は個人的には パレードの方が見やすいんで、まあ、ここお好みなんですけども、パレードでこう見てあげてもらってもいいですし、先ほどの波形でもいいかなと思います。グッと上げて、ちょっとピポットですね。ピポットは何でしたっけ皆さん。コントラストの位置をねちょっと変えてあげるんですが、グッとちょっと下げていって、まあこれはね本当にここを見ながら、ここを見ながら、まあね、ちょっとこう暗部というかね、そのコントラストの位置を変えるだけでもちょっと面白いかなと。では今度はまたラベルを追加していきます、はい、次はですねカーブですね。カラーカーブこちらですね、こちらですね、カラーカーブですね。ちょっとこちらをちょっと下げた方がいいかな。ちょっと少し下カーブを下げてあげて、半分もちょっと下げてあげる感じで調整していきます。どうですか皆さん、ここまで。でですね、次また追加ですね。はい、ノードを追加、シリアルノード。こちらはまあコントラスト2かな。ちょっとコントラスト2にしていきたいと思います。ノードラベルがコントラスト2にしましょう。こちらはですね、まあゲインをちょっと上げてあげて、ほんのちょっとでちょっと上げて、リフトをちょっと下げてみましょう。明暗差をしっかりくっきりと。で最後はそうです、ホワイトバランスを入れていき、やっていきたいと思います。まあ、ホワイトバランスの WP で、まあ、背景の、ね、壁紙が白いんで、これで、まあ、とかカレンダーも、まあ、なかなか白いんで、まあ、見たかやったかなんですけども、まあ、こういう時に、まあ、ここでねスポイトでキュッとやってもいいんですけども、波形を見てもらって、まあ、白いところにちょっとホワイトバランスが重なるように、復習ですが、こうやるとあれなので、まあ、こういう感じでちょっと重なればいいかな。これで、まあ、大体こんな感じにしておきましょう。これがカラーコレクションです。Before、After、Before、After。いいですね。じゃあ、ここからですね、ここからカラーコレクション、カラーが終わったので、カラーグレーディングをやっていきたいと思います。カラーグレーディングですね、ここから。今回のね、カラーグレーディングはですね、そんなにがっつりじゃなくて、まあ、こういう感じでやりますよっていうことでねやっていきます。じゃあまあここら辺はね、普通にシリアルモードを追加していただいて、ラベルをねルックにしておきましょう。ルック見るなっちゃってはい、見るって感じでね、まあまあ、まあ、カーブの RGB をいじってもいいと思いますし、まあエフェクトでもいいと思いますし、まあ、今回はフィルムルックにしていきましょうかね。まあ、フィルムルックなので、ゲインをちょっとオレンジっぽいところにちょっと動かしてあげて、ちょっと波形を変えておきましょうかね。ちょっとオレンジっぽいところに向けて、で次がねリフ、ガンマをちょっと青っぽくしておきましょうか。どうですかね、これをちょっとオレンジっぽいテイストになってきましたね。まあね、明るい部分がちょっとオレンジが乗って、暗い部分はちょっと青が乗ったかなっていう感じ。まあちょっと極端にやるとですね、ちょっと暗い部分、ここら辺が青くなってきましたよね。
で逆にこっちの明るい部分を置くと明るい部分がオレンジっぽくなる感じですね。まあこんな感じでルックをつけます。でね、モードを追加していただいて、そうですね、あのカラーの、そうですね、カーブ、トーンカーブとかカーブをちょっといじくっていきたいかなと思います。CV、まあカラーカーブルックと名付けて、こちらですね、こちらの2番目ですね、こちらなんですけども、色相 VS 色相ですね。例えばそうですね、この緑、今スポイトでポチッとやったらこの色が変わりました。上に上げると色が抜けて、下にやるとこうやって変わっていく。その緑っぽい部分をちょっと色を変えてあげることができます。こんな感じでね、サクッとこんな感じで、まあちょっとこんな感じで、ちょっと色変わりますね。そうそうそう、まあこんな感じでだったりとか、まあ、戻してあげて、戻してあげて、次にですね、次にこの隣ですね。で、まあ、次にノードを追加してシリアルノードで、今度は、サチュレーション、まあ、サイドのルックをちょっと変えていきたいと思います。サチュレーションルックと、でこちらはここですね、こちらの色相 VS サイドですね。こちらはですね、特定の色をね、のねサイドを変える、まあじゃあここにしましょうか。これをおお、まあ、極端にやりすぎなんですけど、まあこんな感じでね、色が変わりましたね。じゃあ見てみましょう。ビフォーアフター、ビフォーアフター、特定の色をねちょっとこういう風にしたりとか、こういう風にサイドを変えてあげるですね。こんな感じでね、サイドをちょっとこういう感じで変えてあげるということができます。もうこれもう完璧あれですね。こういう感じでね、この部分、色合いの部分が変わります。今回はですね、もう見ていただくと分かるんですけども、このルックだけで十分かなと思います。コマンドで。こんな感じで、ね、あの、ちょっとね、あの、まあ、フィルムルックというか、フィルムルックに、まあ、原因をちょっとオレンジ色っぽく、ちょっと極端に、こういう感じでやってあげて、で、ちょっと、そうですね、ガンマをちょっと青い部分に。上げていけばいいのかななんて思うんですけども、こんな感じかな。まあこんな感じで簡単にね、あのカラーグレーディングをしてみました。まあ時と場合によってはこういう風にね、特定の色合いをちょっと変えてみるとかっていうのもすごくね、カラーグレーディングのね、あの、まあなんだろう、味噌というか技術の見せどころかなと思います。はい、こんな感じでね、一応簡単なカラーグレーディングについてはお話しさせていただきました。まあ、次回はね、ダットの使い方についてちょっとお話ししていこうかなと思います。じゃあちょっと今回まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じでね、カラーグレーディングをねやってみましたけど、本当にこれは本当に簡潔に、まあ、どんな風にやるかっていうのをね、ちょっと今回お見せしたかったので、こういう感じで簡潔にやらせていただきました。本当にこだわればこだわるほど、もう本当にね、めちゃめちゃね、コアにできると思いますし、コアにできるかというか、本当にいろんなことができるっていうのが多分簡単に説明した中でも分かったと思うんですよね。まあね、あの今後需要があれば、あのちょっとしたね、こんな風な感じのね、あのカラーグレーディングしてみましたとかやってみたり、僕がね、いろいろ作ってる作品の中でもちょっとね、お見せできるものを、なんかカラーグレーディングしたものをちょっとお見せできればなと思ってますので、皆さんコメント欄にちょっとコメントしていただければなと思います。じゃあね、次回はね、ラットを使ったねカラーグレーディングについてちょっとお話できればなと思っておりますので、ぜひ皆さん次回も要チェックしてください。まあ終わる前にね、僕これね、年内登録者数1000人超え目指しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それでは次回も皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それではまた。